宝塚記念。宝塚記念は、日本中央競馬会、JRA が、阪神競馬場で施行する、中央競馬の重賞競争、GI である。競争名の、宝塚は、宝塚市を指す、阪神競馬場の所在地で、兵庫県の南東部に位置する。聖賞は、宝塚市長賞、日本橋協会連合会会長賞、ブリーダーズカップチャレンジ賞、 有馬記念と同様にファン投票で出走馬を決め、こちらは上半期の締めくくりを飾る競争として、関西地区の競馬を華やかに盛り上げようとの趣旨で企画され、1960年に創設された、上半期の実力ナンバー1決定戦として位置付けられている。2011年からブリーダーズカップチャレンジの対象競争に指定され、優勝馬には 当概念のブリーダーズカップターフへの優先出走権と出走登録料、輸送費用の一部負担の特権が付与される。以前のファンファーレは他の GI 競争、関西地区と同様のものだったが、1999年より一般公募で選ばれた専用の曲に変更された。世界の競馬開催国は国際競り名簿基準委員会、アイクスクによって、 パート I からパート4までランク分けされており、2016年時点で日本は平地競争が最上位のパート I、障害競争はパート4にランク付けされている。また、各国の主要な競争は国際的な統一判断基準で評価されており、競馬の競争における距離別の区分法として定着しているスマイル区分によると、宝塚記念はロング。 2101メートルから2700メートルに分類される。国際競馬統括機関連盟、アイファが公表した2016年の年間、レースレーティングの平均値に基づく、世界のトップ 100GI レースによると、宝塚記念は、全体の15位にランキングされた。このランキングで、日本の競争は、宝塚記念を含め12競争がランクインしているが、日本の競争では、 有馬記念13位に次ぐ評価でロング2101メートルから2700メートルのカテゴリーからランクインした外国の競争との比較ではドバイシーマクラシック9位に次ぐ評価となっている以下の内容は2017年現在のもの出走馬の選定方法は以下の通り2017年の一着賞金は1億5千万円で以下2着6千万円 三着三千八百万円、四着二千三百万円、五着千五百万円。阪神競馬場の前身である、鳴尾競馬場、阪神競馬クラブは、1907、明治40年に、関西で、初めての本格的な競馬場として建設された。当時、日本各地には、様々な競馬クラブが設立され、それぞれ独自に競馬を営み、レースを開催していた。 この時代のナルオ競馬場を代表する競争が、提出後商店や、各内国三馬連合競争だった。これに、阪神四歳品馬競争、1931、昭和6年創設、阪神記念、1934、昭和9年創設、阪神記念アラブ系抽選馬、競争、1935、昭和10年創設が加わり、ナルオ競馬場の、 阪神競馬は馬券の売上高で日本一にを争う人気を博していた1930年から1932年まで全国2位、1933年全国3位、1934年全国1位、1935年全国2位、1936年全国1位など、百三十六（昭和十一年に全国各地の11の 競馬クラブが統合されて日本競馬会になると各地で合わせて年二0回行われていた提出後商店は年二回に統合されて大いに格式が引き上げられることになった。これにより新たな提出後商店は春に鳴尾競馬場、阪神、秋に東京競馬場で行われることになった。1937昭和12年秋に 東京競馬場で新たな提出後商店、現在の天皇賞はこれ正式な第一回天皇賞としている。が行われ、翌1938、昭和13年春には、鳴尾競馬場で、提出後商店が行われた。この1938、昭和13年の暮れには、鳴尾競馬場で、阪神優秀品馬競争、後の優秀品馬、オークスに、 総統が創設され、四歳箱大競争の一つも行われるようになり、ナルオ競馬場は、名実ともに、日本を代表する競馬場となった。ところが、1943、昭和18年に、ナルオ競馬場は、日本海軍が接収するとことになった。もともと、ナルオ競馬場の隣接地には、かつての阪神競馬クラブの母体となった、別の競馬場があったのだが、 そこを海軍が買収して、川西航空機の工場を置き、軍用機の開発をしていた。その工場で開発、研究中の新型戦闘機資源改めの試験飛行のため、工場の隣にあったナルオ競馬場の敷地を飛行場に転用すことになったのである。1943、昭和18年2月には、ガダルカナル島が陥落するなど、戦争の情勢は逼迫していて、 成るお競馬場は大体用地が確定しないまま、海軍に接収され、1943、昭和18年の春の開催を最後に幕を閉じた。阪神で行われていた、提出後商店、天皇賞はこれ以降京都競馬場で行われることになったが、結局そのまま阪神競馬場には戻ってこなかった。新しい阪神競馬場の用地はひとまず目処が立ち、 一周2500メートルとなる東洋一の新競馬場の構想が進んだ。しかし選挙区は悪化の一途をたどり、競馬場建設どころではなくなってきた。そのまま終戦を迎えると、今度は新競馬場用地として確保していた土地が、米軍に接収され、新中軍のゴルフ場になってしまった。経営母体の日本競馬会では、国庫のオフを滞納するほど経営が悪化していて、 新たな用地を買い付ける視力もなく、結局、空襲で破壊された、川西航空機の工場跡地を整備して、仮設競馬場として出発することになった。こうして1949、昭和24年にようやく、阪神競馬場として、再開にこぎつけた。この時に、阪神山菜ステークスが創設、翌年に、大賀賞が移設され、その後も、チャレンジカップ。 1950年創設、鳴尾記念、1951年創設、神戸新聞杯、1953年創設、阪神大正天、1953年創設と、重傷競争が拡充された。しかしながら、再開された、競馬場は振るわなかった。終戦から5年経った1951、昭和26年になっても、 破壊された工場の残骸が競馬場の中央に散乱して見にくかった。観戦スタンドは木造の仮設のものだった。用地確保にも問題があり、競争場の調教用地に当て込んでいた土地が権利争いになって競馬場には旧車が併設できなかった。馬場そのものも地盤が弱く、雨が降ると水たまりができるようなありさまだった。こうした理由で、 客足も伸びず、馬券の売り上げは、目標の30%にも届かなかった。1954、昭和29年に、日本中央競馬会が発足した。元農林大臣の有馬頼康安が、日本中央競馬会の理事となり、有馬特例法と、通称される法律を通し、競馬の収益を、競馬場施設の改修に充当できるようにすると、 各地の競馬場が復興が実現した。阪神競馬場でも競馬場の底地と施設が日本中央競馬会に買収され、新しい観戦スタンドが建設されて1959、昭和34年10月に落成している。このほか障害専用走路、診療所、監視等、事務所棟、子供の遊戯場などが次々と整備された。阪神競馬場のシンボルでもある戦闘ル像は、 翌1960、昭和35年に設置された。有馬より安は1956、昭和31年に中山競馬場に有馬記念を創設した。これは出走馬をファン投票で決めるという全く新しいタイプの競争で大いに人気を博していた。阪神競馬場では新スタンドが落成した翌春、1960。 昭和35年の開催から、有馬記念の関西版として、人気投票による競争を創設することになった。これが、第一回宝塚記念である。第一回宝塚記念は1800メートルで、行われ、ファン投票による、選出馬10頭と推薦委員会による、選出馬10頭の合計20頭が選ばれた。しかし実際に出走したのはそのうち9頭だけだった。 優勝したホマレーヒロはファン投票四位の選出場だった。初年度は千八百メートルで行われたが、翌九百六十一（昭和三十六年の第二回宝塚記念からは二千メートルになった。さらに九百六十六（昭和四十一年には二千二百メートルに延長されている。出走場は当初は四歳以上、現在のバレー表記では、 三歳以上に相当と定められていた。春競馬に位置づけられているとはいえ、春競馬の一番最後に開催されるため、開催日は6月末から7月上旬になっていた。これが1968年から1ヶ月前倒しされることになり、5月末から6月初旬の開催になった。これに伴って出走条件は5歳以上と変更になり、小馬限定戦となった。 負担重量については別定と称していたが、実際には5歳 55kg、6歳 56kg、7歳以上 55kg、品馬は 2kg 減量となっていて、事実上の定量線である上に、この値はバレー重量とも一致している。これはあえてそのようにしているものである。定量やバレーとしてしまうと、宝塚記念の開催時期を移動するたびに、 負担重量が変動してしまうが、別定としておけば開催時期を春や夏に移動しても、競争での負担重量そのものは変わらず維持できるように、意図されたものだった。1987、昭和62年からは、再び4歳馬、現在の3歳に相当の出走が可能になり、開催時期も繰り下げられて、日本ダービーオークスなどで活躍した4歳馬の エントリーが容易になるように付加されている。1996、平成8年から1999、平成11年は7月開催だったが、2000、平成12年からは6月下旬の開催となり、春の中距離実力日本一決定戦と位置づけられるようになった。2017、平成29年より、大阪杯、天皇賞、春と共に、 1> 同一年に行われる三競争をすべて優勝した馬に報奨金が贈られる。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。コース種別の記載がない距離は芝コースを表す。バレーは2000年、平成12年以前も現行表記に揃えている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。